はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あの映画を見てどうでしたか？大好きだよ。大好きだよ。そうです。トートちゃん大好きだよ。私のこと大好き。本当どうもありがとう。嬉しい、そうおっしゃっていただくと本当嬉しいです。ドレスかわいいね。ドレスかわいい。なるだけかわいくしようとしてます。お母様いかがでしたか？映画ご覧になって。今日拝見させていただいて、すごく感動するシーンとか楽しいシーンとかだけではなく、こう子どもを育てているのでやっぱり教育っていうものに関しても今すごく興味があって、そういったところもすごく考えさせられるところがあって、もういろんな楽しいだけではなくいろんな要素が戦争も含めて散りばめられているとても素晴らしい作品だと思いました。で今4歳、まだ4歳ということもあってすごく自由奔放な感じで、もう娘とトットちゃんをどうしても重ね合わせて見てしまうところもありまして、で徹子さんが幼い頃困った子っていうふうに言われていたっていうのがセリフであったんですが、そういった時にご両親はどういった対応をしてくれていたのかなというのがお伺いできたらと思います。うちの母もうちの父も私が、困った子って言われたりして、うちではあんまり困った子っていうふうには言われなかったんですけど、ちょっとあなた静かにしなさい。いいよ。ね、なんていう名前？エナちゃんです。アブエナです。エナです。エナちゃん。エナちゃん。アヤベエナさん。アヤベエナさん。アヤベエナさんはそこに座、ちゃんと座ってください。あ、お利口ね。そうやって座れるんじゃない、ちゃんと。じゃあそうやって座っててね。どうしてかって言えばね、あなたがね後ろに寝転がったりするとお尻が見えちゃって、ね、みんなに見えちゃう。だからねちゃんと座ってなさい。何？雨。あ、何今ね小声で言っていました。雨が入ってるってお母様に。いいえ。よかったね。よかったね。私ね子供ってすごいなと思ったね。頭に入ってる。何ですか？なんで？私はね頭のここのところから雨が出てくるのが好きなの。だから。ね、子供って面白いなって思ってすごいと思うのはやっぱりその。食べたいな。え？今食べたい？じゃ食べてもいいけども食べるとなくなっちゃうわよ。溶けちゃう、お口の中で。それでもいい。それでもいいな、食べちゃえば。徹子さん、お子さんってすごいなって思うところはどういうことですか？いや、やっぱり、ね、いろんなことがみんなが思ってるように分かってるってことですよね。うん、今そこに出てきて、小さいからいろんなこと分かってないこともあるだろうけども、どんどんそこへ上がってきて自由にそこで人に質問したりなんかしたり、いろんなことっていうのもやっぱり小さいからできるんだなと思って、もうちょっと大きくなっちゃうとやっぱり恥ずかしくてあんまりね質問やなんかできなくなるかもしれないんだけども、どうしちゃったの？アメに夢中。ちょっとアメを今食べたいって言ったが、食べると減っちゃうわよって言ったもんだからちょっと悩んで、でもよかったら食べちゃえば。アメ食べるの？お母様どうされますか？あ、食べたい。あ、食べたい。
じゃあちょっとゆっくり舐めながらプレゼントを徹子さんから渡していただきましょうか、うん、はい、じゃあ飴食べちゃえばね、プレゼント、あ、じゃあさ、飴どうしようか、プレゼントももらおう、食べる？飴食べた？まだ？じゃこれもあげるけど、そう、飴消えた、じゃこれどうぞ、プレゼントです、じゃあね、ありがとうありがとう、どうもありがとうございます、嬉しかったですか？嬉しかったです。自由です。飴の味はどうですか？美味しい。美味しそうです戻っていただきましょう。どうもありがとうございました。